内向的と孤独は別のものだ。レシーブの皆さん、おはようございます。本日みんな紹介したいのは、どうやって内向と孤独は異なるもの。では最初は、内向ってはそもそも何でしょうか。内向は僕に思うのは、ただ人と馴染むのは時間がかかる、環境に馴染むのは時間がかかる。これは何とと問えるかというと、例えばあなたは学校で通学の時、 ある方程式はあまり解かない時には結構時間がかかる。それも同じです。人と環境に関わるの時間がかかる。あなたは方程式と関わるの時間がかかる。同じです。では孤独は何でしょうか。自分が思うのは、孤独は病気ではなくて、あくまで自分が意識して、この自分の自身でその決定したもの。大体の孤独を選ぶ人はどんな人のでしょうか。東京などニューヨークなどのでかいの街の騒ぎに疲れてる人、その人はたまに孤独にしたい、自分が一人にしたい、だからその人は孤独を選ぶ。その人は内向的か外向的は、大体は外向的な人です。だって外向的な人も大体人が多すぎるもだんだん疲れる。いくら外向的でも人が疲れる。もちろん内向的な人でも疲れるかもしれません。特にでかいの街の東京とか結構ね、疲れるんです。馴染むのは結構大変で疲れる。でどうしてはみんなは内向的と外向的はそういうね、違うというのを思われるかというと、まあそもそも外向的の人は友達作りは結構うまい、簡単、本当に短い時間で友達作る。でもそういう人の作り方は早いだから、その友達との絆はあまり薄い。でも逆にあなたは内向的な人で、でその他の人と友達関係になる。結構時間がかかって、その時間を重ねてすっごく強い絆が作る。だから自分が思うのは、内向的の人は一番の特徴はその友達の絆は強いということです。または内向的の他の特徴は、内向的の人は孤独を恐れない、孤独にちゃんと対応できる。外向的の人を孤独に慣れていない人はすごく狂ってる、孤独になると狂ってる、人との変わらないと狂ってる。それは一番の特徴だと思います。だから孤独と内向的は必然的ではないと思います。できるということはそうですけれども、もちろん内向的の人は一番極端と言ったら、これも孤独ですけれども、極端と言ったら、でも普通の内向的の人は孤独とかは望まないです。望むのはたんまの孤独です。たんまの自分自身で、自分自身の自分の世界で自分をエンターテインメントできるから。でも外向的な人は自分自身でエンターテインメントじゃなくて他の人にエンターテインメントするというのは違いです。レシーブの皆さん、あとは前に言ったんですけれども、もちろんあなたは例えばね、こうでかいの街での騒音に疲れる、まあいい例は、結構人気の YouTuber のケイシー・ナイステッドは20年間ニューヨークシティでずっと住んでてて、で、たったね、2ヶ月前は LA に引っ越した。完全に LA に引っ越した。どうしてるかというと、彼の言う通りのは、ニューヨークのは働く場所、LA は住む場所。時間、これ違いがわかりますか？つまり彼は外交的な人でも結構ニューヨークに疲れたということです。では、レシェプの皆さん、僕はこういう動画を毎日アップロードしますので、もしよかったら次の動画なんですけれども、次の動画はどうやって自信を持って話すということ、
まあ、いろんな裏技が語りますので、もしよかったらこちらの登録ボタンをお願いいたします。さらにこちらの動画は僕はどうやって対人恐怖症を乗り越えるの動画で、もしよかったらクリックしてください。レシェプの皆さん、僕も昔ながらずっと内向的で対人恐怖症者だったんですけれども、寝頃は強制的だったとも思われました。どちらかというと、もうずっといじめられて、まあ、15年間以上でいじめられて、だからもう、まあ、どうせ、まあ、こういう人になったということですね。でこれも自分の選んだではなく強制的にされたというのは自分が分かった。そして日本からは帰って、まあ、ドイツに行った、またいろんな法律などで結構強制的、窮屈にされたということを、まあ、この窮屈になったからこそ自分が何かを思ったかというと、まあ、結構人生が終わりというのは、結構自殺未遂というのはパターンにもあった。当初僕は自分のコーチを見つかった。そしてそのコーチの知識や経験のおかげで僕は結構成長した。今はその成長のおかげで僕は他の人が生活中に助かるわけです。もしよかったらあなたは誰か相談に乗らない人は結構いますので、自分の原因をあまり語らない人は結構いますので、もしよかったら自分との相談はいかがでしょうか。その相談の窓口なんですけれども、下の概要欄で自分のウェブサイトとか自分を PM、 あのプライベートメールをしてください。そしてリシェイパーの皆さん、僕はこちらの動画毎日アップロードしますので、登録バットと通知バットもお願いいたします。さらにもしこの動画は何か価値があったら高評価もお願いいたします。そしてあの自分が思うのはシェアはケアだから、友達にもシェアしてください。リシェイパーの皆さん、僕はこちらのチャンネルでいろんな、まあ、心理学などの内向的や対人恐怖症者向けの内容を、まあ、いろいろの、語りますので、または自己啓発や Facebook マーケティングなどをいろいろの内容が満載されていますので、もしよかったらこちらの2つの動画その間にも見てください。では次の動画に会いましょう。